日本語コンテペイ、日本語学習者の皆さんをいつもいつも応援するポッドキャスト。今日は教えると学ぶについて。はいはいはい、皆さん元気ですか？日本語コンテッペイの時間ですね。今日も、元気に頑張っていきましょう。僕は日本語を教えています。はい、僕が日本語を皆さんに教えているんですね。僕は日本語を教えている。そして皆さんはそれを学んでますね。日本語を学んでいる、日本語を勉強しています。だけどこれどうですかね、どう思いますか？僕はちょっと違うと思う。勉強というのは確かに教えてもらうこともあるけど、ほとんどは自分で勉強してますね。皆さんは日本語を勉強しています。はい。で、多分、まあ、その 10% ぐらいは、他の日本語の先生とか、僕とか、そういう人たちから教えてもらっているかもしれません。だけど、90% ぐらいは自分で勉強してますね。誰からも教えてもらってないですね。これが大切なポイントです。大切なことです。よく、ああ、僕は日本語を勉強したい。だから先生を探している。ね、先生、いい先生がいないかな、ね。そうやって先生を探す人がいます。もちろんそれはいいアイデアです。だけど、先生に教えてもらえるのは多分 10% ぐらい。残りの 90% は自分で勉強する気持ちがないといけません。例えば、1週間に1時間レッスンを取る。だけど、それ以外は全く勉強しない。ね、1週間に1時間。先生と勉強するだけだと、もちろん日本語はうまくなりません。一週間に一回先生と勉強する。そして、それ以外の日、毎日自分で勉強する。先生とは一週間に一時間ぐらい勉強する。でも自分で、まあ、20時間ぐらい勉強する。はい。そうすれば、まあ、先生に教えてもらうのは 5% ぐらいですよね。残りの 95% は自分で勉強する。ね。これが全ての勉強に大切なことです。自分で学ぶ。そして先生に少し手伝ってもらう。皆さんも今日も頑張ってください。それでは皆さん、また今度。チャオチャオ、アスタルエゴ、またね、またね、またね。